なんだか妙に時代がかった家並みが続いてるんだけど、それになんで私ったらこんな格好してるの？まるで江戸時代の町人みたい。もう怖い夢感がすごいけど。あ、思い出してきた。私はこの近くの宿に住み込みで働かせてもらってたんだっけ？え？なんで今まで自分の設定を忘れちゃってたんだろう。まあ、いっか。夢の中ってことか。あとお庭に水をまいて、お皿を洗って、そしたらお昼の下ごしらえしなくちゃ結構忙しいね。なあ、お茶持ってきてくれんか。でかい急須で頼むわ。勇士。はーい、すぐにお持ちします。今のは長州の藩士、おしたりさん。へえ、私が住み込みで働いているこの宿に最近よく泊まりに来てるな。うちは長州のお客さんが多いけど、幕府を倒そうとしてる倒幕派だから、都に入ることを禁止されている。300年続いた幕府を倒すなんて、武士ってやっぱり私たち町人とは考えることが違うよね。今、京の都は新選組を名乗る集団が、都の治安を守るためとか言って、長州の藩士を見つけては捕まえたり、倒したりしてるから、すごく物騒になってる。物騒だわ、それは。でも新選組は江戸の町から老子を追い払うために作られたって言うじゃない。いい迷惑だよ。ああ。三度のご飯より人を倒すのが好きとかで。私たち町人は新選組を鬼なんて呼んでいる。怖え。ああ、ご飯より好きなことがあるなんて信じられないな。おしゃりさんも入ってる倒幕派のエリート、氷堤軍団が早くやっつければいいのに。かっけえ。いつまでかかってんのや。お茶って言うとるやろ。かっこいいね。いや、ごめんなさい。今持っていきます。いけないいけない。お仕事しなくちゃ。でも、幕府が鎖国をやめてからもう9年。横浜には外国人がどんどん入ってきてるって。ああ。幕府を倒して外国人を追い出そうっていうのが倒幕派の目的らしいけど。私には関係ないか。意味のあることなのかな。こっちだな。追い出すことに意味あるのかな。外国人がやってきているのは時代の流れだよね、きっと。この先日本はどうなっちゃうのかな。ああ、眠いな。でも、まだお客さんの宴会の後片付けがあるんだよね。ああ、そうなんだ、忙しいね。朝の下ごしらえもあるし、我慢しなくちゃ。あれ？今何か聞こえた。なんだ。新選組局長。手塚国光だ。おお、旅券を改めさせてもらう。手塚国光だ。新選組獅子堂。どうしてここが分かったんだ。滝君いたの？いたのか。新選組？そう、今日は倒幕派が集まってるってのに。とうとうバレちゃったんだ。とどうしよう、このままじゃ巻き添えになっちゃう。おうぞ、エイジ。おわ、あ、新選組は正確なんだ。キャッ。お前、おい、この宿の人、龍馬くん。新選組だ。むず、何これどうすればいいの。難しいな。違います。私はただのそうお客さんです。下手な言い訳しないでよ、ね、この宿の前掛けしてるじゃん。あ、じゃあなんで聞いたんだよ。逃げたりしなければ町人や女の子をいきなり倒したりしないよ。本当か？長州のスパイだったらそうはいかないけど。生まれはどこだって？岐阜、美濃の国よ。あ、そうなんだ。じゃあ関係ないか。俺は新選組の越前龍馬。ここから動かない方がいい。怖いな。今の人、私と同じぐらいの年だったよね。あんな年でもう人を倒すんだ。やっぱり武士って私たち町人とは全然別の人種だよ。逃げなければ倒さないなんて信用できないよ。やっぱり逃げよう。倒幕派の話を聞いちゃったこともあるし。ああ。逃げた。どうしよう。裏に回るまでに新選組に見つかっちゃう。あわわ、私は長州とは関係ないです。じゃあ逃げるなよ。俺たちだって必死こいて戦ってんだ。菊丸だ。長州のスパイと勘違いして
町人を倒しちゃったらいろいろ大変なんだぞ。ああなるほどね。この人も新選組？こんな優しそうな人が？待て、その女は話してやれよ。ここの住み込みのお手伝いさんだ。シシドさん、大鳥もすげえな。あなたは倒幕派のシシドさん。倒幕派って言っちゃった倒幕派って言っちゃった。てかシシドの髪色なんだって？じゃあやっぱり仲間なのか？いやてかこれさ、十分悪夢じゃない十分悪夢でしょ。殺されそうになってんだぞ。お前せっかく助けてやろうってのにバラすなよ。激ダサだな。あーごめんなさい。俺は新選組の菊丸英治。倒幕派と分かったからには逃がさないからにゃ。威厳ゼロの語尾。こんな口の軽いやつがスパイなんかやれるわけねえだろ。確かに。長太郎、そのうっかり者を連れてさっさと行け。うっかり者。いえ、シシドさん、ここは俺が。その人を連れて逃げてください。お、どっちが、どう来る？逃がさないぞ。シシドさん、早く。ぐ、ここは任せたぞ、長太郎。はい。ほら行くぞ、このうっかり女もうほんと申し訳ない。あ、はい、行きます。うっかり女って、いやこれは俺が悪い。後で名前を教えなくちゃ余計なお世話だ。ほんとだからな。でも優しいよね。ほんとだからな。とほほ、ほんとだから仕方ないか。あの、でもさっきの長太郎さんって人は？心配するな。長太郎が俺との約束を破ったことはねえんだ。おお、そうなんですか。へえ、すごく信頼してるんだ。本当に大丈夫だよね。お願い、無事でいてください。シシドさん。お、来たよ。おう、長太郎、思ったより早かったな。はい、あの菊丸さんって人軽かったんで一足飛ばしてやりましたああ、そうですか。やっぱりシシドさんが信頼するだけあってすごい人なんだ。菊丸吹っ飛ばされちゃったか。さっきはシシドさんがいろいろ言ってごめん。こっちが悪いですから。俺たちも逃げるところでイラついてたんだ。あ、そうでしょうね。いえ、本当にごめんなさい。私が言わなければごまかせたかもしれないのに。長太郎、勝手に人の代弁なんかすんなこんなやつうっかり女で十分だ。その通りです。ひどいですよ。また言われちゃった。とほほ、もう完全に巴が悪いからな。アトベさん、どうしてここに？どこ？おお、やっぱりお前ら急進派と遊んでやがったか。急進派。最近新選組があちこちで嗅ぎ回ってたんで様子を見に来たら案の定だな。ヘマして尻尾をつかまれたのは誰だ？シシド、お前か？いや、ヘマしたのは私でございやす。何この偉そうな人冗談じゃねえ。そんな激ダサなことはされるわけねえだろ。大鳥、お前知ってるか？それは。いや、私なんです。知ってんだろ。うん、言えねえってことはやっぱりシシドか。いや、それは違う。シシドさんたちの上司なのかな。感じ悪い。いや、それどころじゃないって。シシドさんたちをかばわないと。タキさんがこの前茶屋で新選組とすれ違ったって話してました。あ、そう、もっと前の段階の話か。それだな。奴らもバカじゃねえ。お、日吉。アトベさん、これで全員揃ったな。お前らに問う。この戦いの勝者は誰だ？おお、この流れは？勝つんは氷帝や。ムカヒもいる。勝つのは氷帝だろうが。勝つのはタキ君。氷帝です。もしかしてこの人たちがおしたりさんの言ってた氷帝軍団なのかな？その通りです。急進派はほぼ壊滅か。俺がしんがりだったんで見た感じ4人捕まって、あとは全部やられてました。やられたんは
37人中古だ。そんなごっそり行かれたの。俺たち氷帝軍団が指導する時が来たな。せっかくだから新選組局長の手塚に伝えておくか。これからは俺たちが相手だってことをな。うん。なんでわざわざ新選組に顔を見せに行くの。よし、豚舎に戻るぞ。みんなよくやった。胸を張れ。はい手塚。お前は氷帝軍団の後。ああ、手塚、急進派の奴らを倒したから。ご苦労なこったな。氷帝の人たちは服装統一してないんだね。だが倒幕派最強の志士は俺たち氷帝軍団だ。そうだろ、カバジ。うし。あ、あいつはさっき逃げたやつ。モモもいる。ふん、7人も逃してて凱旋とはお笑い草だな、手塚よ。お前たちが倒したのは、ま、言ってみれば準レギュラー。俺たち相手に同じようにはいかねえぜ。なるほどな。あ、あの人、さっきの大使。動くなって言ったの。うん、すいません、信用できなかったもんで。そんなこと言われても仲間と思われてる？ごめんなさい。そんなこと言われても新選組の言うことなんて信用できないよ。私たちはあんたらのことを鬼って呼んでんだぞ。滝、お前つけられてたようだぜ。班に戻っておとなしくしてろ。代わりにジローを呼びよう。ジローいなかったね、そういえば。返事はどうした。わかった。いずれお前たちを倒し幕府を倒してやる。それまでせいぜい急進派を捕まえてるんだな。お、カイドウ。いずれだと。今すぐ決着をつけてやるぜ。抜け。え、待て、カイドウ。犬もいる。今やっても負けるだけだ。奴ら鉄砲を持って。え、そうなの。はあ、新選組にも頭の切れるやつがいるようだな。これが最新式だと気づいた。最新式なんだ。今日のところは挨拶だけだ。行くぞ、カバジ。うし。ジローはまだ一回も見てないな。おお、なんじゃこれ。なんじゃこれは。なんだこれは。大変なことになっちゃった。なんだろう、すごく怖い。もう絶対悪夢じゃん、こんなの。この人たちの戦いの結果がこれからの日本の行く末を決める気がする。ん？あ、ここで終わり？ここで終わりか。いやー、大会まであと5日。